博士こんばんは。はい、こんばんは、ね、おんちゃん。それでは早速本日のゲストをご紹介します。慶応義塾大学医学部眼科教授の坪田和雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、もうね、坪田先生はね、はい、あのアンチエイジングの権威でもう僕が入ってる高カレ医学会のね副理事もされてて、はい、で実は僕のレーシック の, あの先生でもあって坪田先生してもらったんですよね。そう、担当させていただきました。それ何年前の話ですか？もう3年ですかね。そうですね。すごい乱視が強かったの覚えてますよ。目がひん曲がってるって言われてそう、本当にこれでよく見えてたなって本当ですか、ね、病気じゃないなしてこんなひどいの見たことないのに。そうなんですよね。そんなにひどかったんですか？ひどかったですよね。うん、でも逆にそれだけ歪んだものが脳に入ってきてそれで見えたんだから脳はすごい鍛えられてたんじゃないですか。そういう考え方なんか、ね、性格が歪んでるかのようもうでもね、それからもいっぱいお知り合いにね、うん、坪田先生にレシックしてもらって、うん、そう、先生さすが影響力大きいですよね。ご紹介の患者さんもすごい多いの、うん、あ、そうなんですね、うん、この番組ね、川島直美さんも女優のゲストに来てもらったし、うん、あ、そうですか。で川島さんも先生のところでね、レシックしてもらった。そうなんだ、担当させていただいて、芸能人の方とかも。そうですね、まあ言えない人が多いんですけど、やっぱりコンフィデンシャリティがあるので、川島さんのようにね、お伝えしてもいいわよっておっしゃってくださる方はね、こうやってお話できますけど、ほとんどの人は言えないんですけど、でもすごく多いです、はい、終わった後ね、レーシック済んだら、はい、手術室から翼に出てこられて、うん、ね、一緒にね、ポラロイドでね、記念写真を撮ってくれるんですよそれサービス、あれサービスでね、サービス、そう、お決まりでってお決まりだと思うんですよ。もうみんなね、坪さんと写真撮ったと言ってる方多分毎回の、いや、あれマーケティングなんですよ。あれをお渡しすることによってそれ話題になるじゃないですか。たらその次にまた患者様が、じゃあ私も紹介してくださいって言ってきて、いいじゃないですか。そうですよね、ね、分かりやすい。だから目が痛い中一緒にピースして痛いですよね、終わった後。私もやったんですけど、すごく痛かった。痛かったですか？今は痛くないですよ、でもあんまり。そうですか、変わったんですか？じゃあそういうなんかどんどん機会良くなってるんでしょ。今どんどん機会良くなってますか？何年前ですか、手術された？ですね、確か 5,6 年前だったような気がしますね。そう、だいぶ変わってます今。うん、はい、あれ目失明するんじゃないかっていう感じですよね、逆に終わった後。いや、そんなことなかったな。それが6年前で痛くてみたいな。まあ、そんなに痛くもないからね。そうでした。目薬はくれるんですけどね、痛み止めの。うん、打つとまた痛いみたいな。なんかだいぶ昔の話をしてる感じじゃないですか。そうですか、ちょっと古かったかな、はい、すいません。僕はどっちかというとね、やっぱそのやっぱ老眼がね気になってて、近視は治ったんだけど、今度はやっぱ老眼が残ってるから。老眼は最近出てきたんですか？最近というか、やっぱレーシックした時ってやっぱりこうなんですかね、メガネ、要するにメガネをしなくなるのと一緒だから、やっぱあれですよね、ずっとメガネを してる状態になりますよね、ある意味。先生あれでしたっけ、秋フォーカスインデーはやろうかと言っていたとこでしたよね、うん、先生からちょっと勧められてるね、老眼の手術があるんですよ、あれいいんでしょ先生？いいと思います。ピンホールエフェクトって言って、小さな穴から見ると見やすくなるじゃないですか、その効果を使ったやり方で、完全に老眼が治るわけじゃないですけども、例えばどっか行った時に近くのね、メニューを見たりとか、ワインリストを見たりとか、そういう時にいちいち老眼かけなくて済むし、手は伸ばさなくても済むと。そう、興味はあるんだけどね。僕は今先生あれでしょ、モノビジョン先生勧めない？あ、そうです、モノビジョンもいいですよ。先生多分全然問題なくできると思います、ね、モノビジョンって。モノビジョンってね、先生から勧めてもらった方がいいですよね。モノビジョンってのは右目で例えば遠くにピント合わせて、はいはい、左目を近くに目を合わせると、はい、そうすると両方見えるじゃないですか、はい、脳がちゃんとこうそれをバランスよく取ることによって、はい、両方見えると錯覚するの。なるほど。本当は右目で遠くを見てる、で左目で近くを見てるんだけど、脳が両方見てると思う、錯覚する、うん、そんなことがあるはずないと思ってるでしょ今。すごい、なんかそういう最初先生から言われた時にね、そんなに都合よく行くのかなと思ったんだけど、もう全然普通に行けますね。そうですね、やっぱすごいなと思って、人間の脳は。あ、そうですよね、だから遠くは本当僕の場合右目で見てて、近くは左目で見てて、だわざわざそのためにね、そうですね、左目ちょっと視力出さずに、だからしばらくこれでされるのはいいと思います。1個聞きたいんですけど、そのレーシックやった後に、あなた目がね比較的大きい方だから、もし今後悪くなったらもう一回できますよって言われたんです。目ちっちゃい人はどうなんですかね？
ちっちゃいんじゃなくて、それは角膜の厚み、うん、角膜の厚みか、うん、厚みが厚い人は何回もできる、はい、で薄い人はできない人がいます、うん、その場合には他の技術でやります、うん、あでも大体目が大きい人っていうのが角膜が厚いんじゃなかったでしたっけ、はい、そんなことない、そんなことないんですか、うん、だって体大きくたって痩せてる人もいれば、はい、ちっちゃくたって太ってる人もいるじゃん、なるほど、先生はどうなんでしょうかね、え森下先生は、うん、あの目はね、うん、結構角膜厚みあったと思うけど、僕はあの、うん、手術終わった後運動しましょうって勧めてる、ああ運動全く別の話じゃない、全然別の話だけどでも目が良くなるとみんな運動する人多いんですよ、うん、確かに眼鏡してるとね、運動鬱陶しいですよね、鬱陶しいんですよね、うん、それはありますね、うん、僕ね先生2回してもらったんですよ、先生そう追加で ねなんで2回なんですか、だからある程度やっぱレーシックって少しは戻るんですよね、うん、どうしても特に森下先生のようにあの乱視がすごく強い人っていうのは戻る確率が高 い、ですごく軽い人も含めて 7% の人は追加の手術が必要、うん、7%、うん、私全く戻らないんですよね、で 93% に入って、うん、あのしっかり戻ってもう一回してもらって、ね、それ快適に今やってますね、いやでもせ、ね、それを聞いたときに、うん、あのね、レーシックも、まあ、いいレーシックと悪いレーシックとかね、ちょっと悪徳のやつも最近新聞出るじゃないですか、でその違いはどこにあるかっていうのがね、初めて先生がそういうふうに聞いて分かって、でそういう、ね、悪いところっていうのは1回で全部やっちゃうから、うん、出しすぎちゃうんですよね、そうですね、いろいろと最大公約的なとこやるわけ、なるほど、だから個別にやらないじゃないですか、そうですね、あのメガネでもね、うん、結局 2.0 出したらみんな気持ち悪くなるじゃない、うん、でそういうのをやりすぎて、うん、で結局再手術をしないするとあれお金かからないですね、そうで無料ですからね、うん、だからあれはサービスでやってるわけだから、そうすると何回もやる人のところっていうのは結局あの儲からなくなるから、うん、1回でやろうというので多分そういうね安いとこ行くと、うん、もういっぺん出すぎて僕は気持ち悪くない人多いんだなというふうに思ったんです、個人的に気になるんですけど、今レーシックの相場はおいくらぐらいなんですか？うん、まあ物によって違うんですけど、はい、今一番いいのはフェムトセカンドレーザーっていうレーザーでフラップを作りまして、はい、そしてカスタムコルネアって言いまして、はい、その人に、まあ、に合わせたプログラムを作ってそれをやるっていう方法なんですが、はい、それで南山クリニック、僕が手術しているところでは、うん、僕が手術させていただいて今43万円です、はい、先生ね、僕はもう南青山アイクリニックってところで、うん、あの東京、東京で僕が集まって、そうですね、森下先生東京に来てくださって、僕のねお友達もみんなわざわざ東京まで行って、そうなんですか、うん、やっぱりね、手術ってやっぱり信用できる先生してもらわないと若干ね、そうですね、怖いですよね、怖いし、やっぱ後々のねそのフォローとかも大事なんで、うん、あのぜひインターネットで検索してもらえればすぐ出てきますから、そうですね、だってあのフランス料理だってね、ああ美味しいものわざわざ例えばね、あの大阪の、うん、でベガスでしたっけ、ああいうところで食べに行くわけじゃん、この手術はねやっぱり一生に一回だから普通ね、やっぱりいいところを選ばれた方がいいと思いますよ、いやすごいね丁寧にその、はい、手術をしたらね、はい、これぐらい視力が出ますよみたいなね、シミュレーションやってくださるんですよ、はい、先生、そうなんですか、すごいですね、すごいだからね、これぐらいの老眼になるとかね、そうですね、終わった後だからすごい、そういう意味ではね、こう納得感があるんでね、もういつもお友達におすすめしてて、一人一人に おかけする時間圧倒的に長いですから、そこいいですね、やっぱ大事ですよね、もっと早く知り合って、そう、ね、紹介していただけたね、よかったんですけど、ね、先生自身はしてないんですか、されてないんですか、僕はねもうこれ全然見えるんですよ、これ伊達メガネだ、あそうなんですか、これはあのちょっと特殊な、いや、はい、ドライアイ用のメガネで水が入ってます、これ見えます、見えます、あ、森さん全然知りませんでしたっけ、これ、すみません、これジンズっていうメガネ屋さんで一緒に共同開発した、あ先生が、ジンズモイスチャーっていうドライアイのメガネなんですよ、初めて見た、だから例えばコンピューターやったりとか、目をずっと使う時にはこれしてるともう全然楽です、そう先生ドライアイが本来もうですよね、一番のご専門なのね、僕もなんかすごいドライアイなんでしょ、先生、先生ドライなんだけど比較的目が小さいから乾きにくい、ちっちゃい、比較的なんか花粉とかも入らなそうですけどねだって乾燥しにくい、目大きいと乾燥しやすいから、そうですね、うん、でも結構ドライそう、あのレーシックになって、はい、若干目が大きくなった気がしたんだけど、ね、いや大きくなりましたよね、本当ですか、ま、前はだって本当に可愛らしいお顔してるの、本当に本当に
ドライヤーになりやすい意味だよね。そう、そうそう、なりやすい。あ、よく泣くけど、あんま関係ないね、ドライヤーってやっぱ直すもないんですかね。ありますよ。それを僕たち見つけたんですごい今興奮してるんですね。うんうんうん、ドライアイっていうのは、まあ、基本的には涙が減りますよね。うんうん、で今まで涙を増やすっていう方法が分かんなかったんだけど、うんうん、実は僕ずっと涙ゼロミリだった。先生自身？そう。1985年にハーバード大学行った時に、うんうん、ゼロミリだってことが分かって、うんうん、それからずっとゼロミリで辛くて、うんうん、もう何回もね、このドライアイさえなければ俺の人生はなんて素晴らしいんだろうって、うん、本当そのぐらい目が辛かった、うん、ところが最近アンチエイジングを自分で始めてね、うんうんうん、あのサプリメントを飲んで、はいはい、それでカロリーを少し抑えて、うんうん、運動して、うんうん、そういうことやってったら涙がいっぱい出るようになってきた。泣くのはいいんですか？泣くのいいですよ。そうですか。すごくいい、うん、このコンピューターをやってると瞬きが減っちゃうのね。瞬き減っちゃうと、あれ、まあ、ちょっと変な表現だけど、瞬きするたびに涙が出てんですよ。と瞬き減るってことは出ていかないわけ、うん、すなわち便秘なの。涙腺っつって涙の腺で、涙は溜まってるんだけど出ていかない、便秘なの。よろしくないですね。よろしくない、はい、で泣くと便秘の解消、はい、うん、巨大なうんち1回に1日1回やるようなもんガでも泣きすぎはどうなんですか？いいですよ、いいんですかもうでもね先生、サプリの量がでも多いから今何種類飲まれてます？アンチエイジングのサプリ。ね、今82粒1回にそれ1日、うん、分けてってことですか？分けて。何々飲まれてます？僕も結構飲んでますけど、先生もっと多いですよね。まあ、ビタミン D でしょ、うん、それからビタミン A、C、E、亜鉛に銅でしょ、うん、それからそれがまあ抗酸化じゃないですか、うん、それからビタミン B 群、うん、ビタミン B3、B6、B12、うん、と葉酸、うん、これ取りますよね、うん、それからちょっと僕あのお肉食べないんで、うん、フェリチンがすごく下がっちゃってるので。ベジタリアンなんですか？基本的にラクトペストベジタリアンって言って、卵とお魚を食べるベジタリアンなんですよ、ね、はい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 。なので、少し鉄分、フェムテツを取りますよね、はいはい、あとレスペラトロールは、ルテインも取ってますし、それからアスタキサンチンも取ってますし、DHE、EPA も取ってるし、DHA も取ってるし、それからテストステロンも取ってるし、メラトニンも取ってるしって言ってると、そんといっぱい終わらないですね。終わらない、終わらない。そうそう。何年前からなんですか、それを取り始めて？11年前。すごいですね、継続されて、うん、そう。11年前はね、髪の毛もどんどん上がってっちゃって、上がってっちゃって、減ってっちゃって、あ、はい、それから夜も、あ、そうなんですか？そうなんですよ。それから夜も途中でね、起きちゃったりとかね。お手洗い行ってね、子供たちとほらツレションするじゃない、はい、と向こうは終わってんのにこっちがまだ出てないとか遅いんだもん。いや、ほんと、何それそれが、うん、今もうほんと会長になってる。まあ、僕もあの高カリ学入って、かなりやっぱサプリが増えて、だんだん若返る気もしますよね。先生そうですよね、絶対そう思います。食べ物もあるんじゃないですかね。まあ、食べ物も吸収するけど、やっぱりそのね、コレステロールをね、あの吸収しないようなやつとかでもいろんなのがある。僕も1日に25、6錠かな。でもまだ先生の気に入ってますね。それ2005年の坪田ですよ。25、6錠。僕は2000、だからあと5年ぐらい経った時に森下先生にお聞きしたい。多分80錠ぐらい言ってると思うね。そうかな。まあでも運動すればね、そんな飲まなくていいかもしれないけどね。運動しないですからね。先生東京マラソンじゃなくて、今年はどうなんですか？外れました？当たりました？いや、出ました。あ、出た。今度本当に出たんですか？うん、ね、今10万円払うと、うん、そのなんていうので特別枠っていうの、あ、そんなんあるんですか？今、あの寄付金を払うことになるから、でそれで出まして、4時間36分。あ、すごい。感想ですごい。それ10万円払えば誰でも出れるんですか？誰でも出れます。おー、東京マラソンね。でサービスなんですよね。サービスというか、それによってだから寄付金を集めるわけだから、非常にいいことですよね。そうですね、どっちもいいですよね。いや、その前の年は、宮本さんは東京マラソンだよ。でも大阪っぽいシステムですね。あ、システムはね、確かに。あ、そうですね。誰か大阪人が入ったかもしれないその前にその出れなかった時のね、ビデオ見せてもらったら、東京マラソン合わせて自宅でね、ルームランナーで走って、そう
そう悔しくてね、もう走りたいと思って、走りたいですよね。 それでああのジョギングマシン、ルームランナーをね買ってお家に置いて、はい、テレビをつけて、はい、でスタートの前、うん、スタートがねいつも9時10分なのかな、9時10分、うん、その前にちょっとなんていうのストレッチとかして、それで走ってきますとか。でも涼しい部屋なんですよね。そう涼しい部屋。それをねビデオ撮って公演中流してる。そうなんですか。